この動画で、原宿の竹下通りで買ったスライム5000円分紹介したと思うんですけど、動画撮影終わった時にこう触ってたんですよ。で、なんか混ぜたいなと思って。もう理由もなくなんか混ぜたいと思って。でもただ買ったもの全部混ぜても少ないかなと思ったんで、今回スライム混ぜたいと思うんですけど、私の手作りスライムも混ぜてみます。もう全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 種類混ぜた時ないんですよ、こんな量を。だから触り心地が超気になるし、もう色もどうなるのかめっちゃ気になりますね。じゃあまずは、もうこれね、ずーっと触ってたんでこれにします。超気持ちいい韓国スライムいっぱい、絶賛もうめっちゃ鼻声なんですよ。風鼻詰まっちゃってごめんなさい、鼻声で。よし、じゃあもうそのままテーブルの上で混ぜます。じゃあね、皆さんもうスライムを間近で見たいと思うんで、隣にねカメラも置きました。ほら、ここにありますよスライムが。はい、じゃあまずね、この韓国スライムピンク、もう最後なんでちょっと十分に触っておきます。最高にね気持ちいいんですよこれ。じゃあちょっと全部ここに置いて最後に一気に混ぜる感じにしよう。その方がなんか良くない？なんかね。じゃあこれ全部出せなかったんだよね前。どうしよう、出せるかな今度は。確かここら辺にスプーンがあったような。下にスプーンが落ちてた。前作ったスライムの時にね、下に置きっぱなしだった。お、来た。こんな感じ。じゃあ綺麗に置きます。こんな感じかな。よし、じゃあ次はナタデココスライム。これもねめっちゃ気持ちいいんだよね。あー、バイバイ。ここら辺おしゃれな感じに置いちゃいます。で次がこれ韓国スライム。そう、これがすごいさ、触り心地が不思議な感じでさ、超気持ちいいの。いやー、なんかこれ入れたくないな。やばいって、これ自分で作ってみたいくらいめっちゃ伸びるし超気持ちいいです。触るとさ混ぜたくなくなっちゃう。でも混ぜたいんだよな。よし、ここら辺。じゃあ次は100均のスライム。なんかこれも混ぜたら気持ちいいかなと思ったんで、ちょっとこれも混ぜます。よし、うわ、あ、気持ちいい。これあ、ダメだ、鼻詰まってるか、全然匂いも何もわからない。はい、じゃあこれはここら辺にしよう。綺麗、クリアってやっぱいいよね。で、これは結構前にクレーンゲームで撮った韓国スライム。なんかもうね、腐りそうなんで混ぜちゃおうと思って。あ、綺麗、見えますか皆さん。あー、これが混ぜたくない、これ。ま、あのね、混ぜたくないスライムもあるけど、早く混ぜてみたいっていうのもあります。これもなんか腐りそうなのも混ぜちゃおうと思って。あ、いや、これは無理だ。ダメだと思う。固まっちゃってる。これダメですね。やば、腐ってるスライム出てきちゃった。はい、じゃあこれちょっと硬いんでやめときます。これも硬くなったらちょっと困るんで、せっかく混ぜるし。で、あ、これボンドスライムかな。あ、いい感じの柔らかさ。よし、うわ、気持ちいい。うわー、すごい。これもダメです、固まっちゃってる。ダメなスライムが出てきちゃった。で、あ、次これ、これは結構前に作っためっちゃ気持ちよくできたスライム、手作りです。なんだっけな、あのダイソーのさ、新しい糊使ったやつ、めっちゃいい。 よし、3パックあるんでめっちゃいっぱいですね。これちょっと溢れちゃう。めっちゃ気持ちいい、やばい。で、次は黄色いやつ、ここら辺。いい感じ、いい感じ。綺麗、綺麗、綺麗、綺麗。いいね。もうカップだらけなんです。で、これはクレーンゲームで撮ったスライム。おりゃ、これも気持ちいいんだよね。粘土をなんか混ぜたみたいな。ここら辺でいく。うん。美味しそう、なんか。よいしょ。ここ。これ、混ぜたくないなぁ。なんか、これ超気持ちいいの。よいしょ。これがさ、すんごい不思議な触り心地でさ、気持ちいいの。すんごいふわふわです、雲みたい。これはちょっとね混ぜたくないんですけど、せっかくなんで混ぜちゃいます。ここら辺、壁。よし、めっちゃ気持ちいいスライムできそう。
で最後は箱4個のスライムがあるんだけど、クリアとクリアじゃないのとクリアとクリアじゃないのです。あ、これ超綺麗なやつ。あ、ダメだ、匂いわかんない、嗅いじゃダメだ、全然わかんない匂い、綺麗で紫粘土みたいなやつだね。これもすんごい気持ちいいの。よいしょ。でまたクリア、クリアっぽいやつで最後スライム最後です、オレンジ。これね、もうマジ気持ちいいんだよね。ちょっと混ぜます。これが本当に気持ちよくて、多分今までの韓国スライムの中で一番気持ちいいんですよ。まあ、しょうがないんで混ぜます。よし、完璧。はい、さっきのね、この黄色いなんかかぼちゃスープみたいな色のやつが最後だと思ったら、もう一個ありました。じゃあ入れます。はい、韓国スライムで最後にこの韓国スライムセットの中に入ってたトッピングを入れて終了。よし、トッピングもね、もったいないんで入れます。はい、おお、めっちゃ綺麗。めっちゃ飛んだけど、この細かいものだけにします。あー、めっちゃ一部分だけに落ちちゃった。で最後、はい、終了。こんな感じ、めっちゃいい、気持ちいい、やば。じゃあこうやってね、触っていくと、なんか場所によって触り心地が全然違うから最高にいい。これでも混ぜちゃうんだよね今から。はい、このね、黄色いスライムもなんか白いスライムと混ざって超触り心地が良くなってる。やば。じゃあ混ぜていきます。はい、やば、めっちゃ気持ちいい、やば。おお、まだどんな感じかわかんないけど、いい、もう一気に混ぜちゃおっか。はい、うわ、やば、綺麗ではないよね。え、でもすんごい気持ちいい。今のところちょっと固めですね。はい、どんどん混ぜちゃおう。じゃーん、やばい。めっちゃでかくて触りづらいけど超気持ちいい。なんかね、いろんな触り、まだ混ざってないから、どんな触り心地になるか超楽しみ。どんな感じなのか。はい、じゃあずっとちょっとこねてます。めっちゃ気持ちいい。ふっ、柔らかくなってほしいな、ちょっと混ぜてるうちに。だけど、はい、こんな感じ。まだね、まあ、完全に混ざってないですね。硬いな、柔らかくなんないかな。ちょっと期待外れになっちゃう。柔らかくなってほしい。はい、どんどんね混ざってきたんだけど、硬い、すごく。よいしょ、混ぜてるうちに柔らかくなんないかな。もうなんない、めっちゃショック。全然伸びない、すごくショックです。今多分今月で一番ショックだと思う。すんごいね、カチカチ、もう本当カチカチって言っていいくらい超硬いです。全然伸びないし、ちょっとあんなにいいスライムを混ぜたら硬くなるの、悲しいよ。ちょっと匂いは、あ、そう、鼻詰まってる、全然わかんない、自分の鼻水の音しか聞こえないもん。はい、こんな感じでした。すんごくショックです。あんなに頑張って混ぜたのに超硬い。はい、ちょっとね、もうずっと混ぜてたんですけど全然変わらないんで、もうそのまま置いときます。私思ったんだけどさ、スライムって腐るととろけるじゃないですか。で、硬いのもめっちゃドロドロになる時あるから、何、腐る直前、もうトロトロになるちょっと前くらいまでになったら柔らかくなると思う。だからちょっとわざとちょっとゆっくりゆっくり腐らせてって、溶かして置いといたらちょっと柔らかくなるんじゃないかなと思うんで、もし何か変わったら動画にしたりツイッターでアップしたりします。はい、でも今日はすごく残念です。もうテンションがめっちゃ下がっちゃった。ああ、皆さん無理にスライムは混ぜない方がいいです。すごい硬い。なんかやっぱりね、柔らかいのも入れたし硬いのも入れたからだと思うけど、なんか柔らかいのだけ混ぜたら超気持ちいいスライムになると思うんだけどね。ちょっと失敗ですね。今度はもっとちゃんとしてリベンジしたいと思います。で、見た目は思ったより汚くないですね。もっと汚い色になるのかなと思ったけど、結構、うん、まあまあですね。マーブルっぽくなってる、ちゃんと混ざってないから。まだ、ふっ、すごい硬い、指が折れそう。はい、
こんな感じでした。ということでね、今日は私の大好きな大事なスライムたちを混ぜてみたんですけど、すごくショックなことが起きましたね。超硬い。またリベンジできたらいいなって思ってます。まあね、いろんなスライム混ぜた方いると思うんで、どうなったかコメントで教えてください。なんかこのスライムとこのスライム混ぜるとめっちゃいいよとか。はい、ということでこの動画が面白いと思ったら、けどもうさ、鼻水詰まっててうまく喋れないのよ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おすすめの動画はこちら、Twitter、Instagram 概要欄から私のグッズも見てみてください。ニクチャンネルでした。バイバーイ。